どうもこんにちは、マイクラやってるかい？おい、マインクラフトライブが配信されて、新しい情報が出たぞ。今回はそれを紹介していくんだが、当然、モブ投票で選ばれたのも発表されたわけだ。この動画でも詳しく話したな。まま後で紹介するんだけど、みんなはどのモブに投票した？スニッパー、ラスカル、タフゴーレム？もしよかったらコメント欄に書いて教えておくれよ。はいはい、では改めて 1.20 の情報まとめだよん。では最初に、何のモブが追加されることになったのか紹介しよう。冒頭でも言った通り、10月15日午前1時から24時間にわたって、スニッパー、ラスカル、タフゴーレム、この3体の投票が行われたぜ。みんなは投票したかい？今までのモブ投票ってのはツイッターでの投票だったんだが、今回は統合版の特設サーバーと、Java 版マインクラフトのランチャー内でも投票が可能。さらに、マインクラフトの公式サイトでも投票が可能だったぜ。で、3種類の中から見事選ばれたのは、スニッパーだ。スニッパーは自然スポーンしないんだが、海底遺跡に隠されている卵からスポーンが可能なモブだ。背中に草が生えていて大きな花が特徴。ワールド内を歩き回って新しい植物の種を見つけてくれるんだわ。だから新しい植物ってのも追加されるんだな。それはまだわからないが今後に期待だ。どうやらスニッパーは投票では過半数を占めていたらしい。結構人気だったんだな。近々スナップショットも来るらしいからその時にスニッパーと触れ合うことができるかもしれないぜ。楽しみ。ここからはバージョン 1.20 のアップデート情報を紹介するぞ。まずさ、マインクラフトにあるプレイヤースキンって、スティーブとアレックスだよな。まあスキンを作るサイトとかを使えばオリジナルのスキンを作れるし、スキンを販売していたりもする。でも、初期で設けられているのは今言った2種類だ。なんとバージョン 1.20 では、7種類のスキンが追加されるんだぜ。ありそうでなかったアップデートだな。もともとスティーブだけだったんだが、性別を考慮してアレックスが追加されたな。でもさらに国籍や見た目、人種を考慮して、7種類も追加されることになった。名前は左から順にサニー、カイ、マケイナ、ズリ、エフェ、アリ、ノア、だぜ。真ん中はスティーブとアレックスだな。11月29日からそれらのスキンが使用可能になるみたいだ。で、驚くべき情報があるんだが、今年6月に公開されているワイルドアップデートのトレーラーに、すでに新スキンの3人が出ていたんだよ。だから、この人ら誰だ？って気づいた人も結構いたらしい。見たら確かにいたわ。私は気づかなかった。まとめ局局長失格だぜ。モブ投票でスニッパーの追加が決まったよな。でもな、それとは別の新しいモブも追加されることになったんだ。それがこの子だぜ。そう、ラクダだ。何の前情報もなしにいきなり追加が決定したからビビったぜ。このモブは上に乗って移動することが可能なんだわ。要するに馬みたいな仕様なんだな。でも、移動速度は馬より劣る。じゃあ何ができるのか？なんと、二人乗りができるんだわ。一人がラクダを操縦して、二人目が後ろに乗るってわけ。ラクダを操縦って少し変化。後ろに乗る人は、弓矢や剣で敵モブを攻撃することができるぞ。全部一人でやっていたら大変だからな。こうやって役割分担できるのは大きいんじゃないかな。後ろに乗る人は狙いを定めたりするのが結構むずいかもしれないけどね。ほんで、ラクダはサボテンを食べるみたいだぞ。これでサボテンの用途が増えるな。今までは観葉植物や専用、いらないアイテムをぶつけて消滅させるためにあったからな。ラクダはサボテンで繁殖が可能だから、バクバク食べさせてあげよう。あ、そうそう、ラクダはダッシュも可能で、段差や穴はひとっ飛びできるんだわ。馬のように広角ようなジャンプではなくて、どちらかというと、走り幅跳びみたいに飛ぶって感じかな。マインクラフトライブでは、なんと新アイテムの追加も発表されたぜ。それがこれだぞおめえ。看板っちゃ看板だが、なんかちょっと違うよな。そう、これは、ハンギングサインっていう新しい看板。そのまま日本語にすると、吊り下げ看板になるんだが、どうやら吊り看板っていう人が多いからここでもそう呼ぶぜ。ブロックの下に吊り下げたり、フェンスの下に吊り下げることも可能。さらに、吊り看板の下に取り付けることも可能だ。商店街の雰囲気を出せるからいいな。当然、文字を書くこともできるからな。あと専用で色を変えることもできるみたいだから、そういった仕様はほぼほぼ看板看板と同じだぜ。うんうん、装飾の仕方が増えるからいいね。お店の看板として飾るのも大いにありだよね。おやべえぞ、新モブや新アイテムだけじゃなく、新ブロックも追加されたぜ。それがこのバンブー。あーごめんわかりにくいね。竹ブロックが追加されるんだわ。これはね、今までの木材ブロックのように、階段ブロック、ハーフブロック、フェンス、ドア、トラップドアが制作可能になるんだわ。当然、看板やボートも作れるぞ。竹のボートの場合、ボートっていうよりイカダみたいだな。でもここは、竹のボートって名前じゃなくて、イカダって名前になるらしいよ。こだわっているね。竹ブロックの雰囲気としては、どこかオリエンタルというか、東洋っぽさが出てくるな。うん、これは建築税だ。換気もちろん他の木材ブロックと組み合わせる建築も可能だからな。使い方は君次第。ただ、竹ブロックを作る際はどんなレシピになるんだろうな。木材ブロックと同じ感じなのか、それとも竹をいくつか集める必要があるのか、そこら辺はまだわからなかったな。まあそれは今後判明するだろうな。楽しみに待つとしようか。
本棚ってエンチャントの効果を上げるために使われるけど、実のところ装飾に使われるのがほとんどだよな。でも、バージョン 1.20 では本棚は一新されるんだ。公式トレーラーには新しい本棚が映っていてな。まずデザインが今までとは違うんだ。本棚のデザインも変わるのかと思った次の瞬間、プレイヤーが本棚にある本を取るんだ。しかも取った本を別の場所に入れる。そう、本棚が装飾じゃなくて劣気とした本棚として使えるようになるわけだ。集めたエンチャント本とかを本棚に収納すると、チェストを圧迫しないで済みそうだな。マインクラフト内での本棚はずっと装飾のイメージしかなかったから、なんかすげえ驚きだわ。記入した本やエンチャント本をいっぱい収納したいね。しかもそれだけじゃない。なんとレッドストーン信号の出力もできるんだわ。だから回路に組み込んで隠し部屋の作成が可能になるってわけ。映画とかでよく見るのがマインクラフトでも再現可能になるんだな。まあ YouTube 上では本棚を使った隠し扉を作成する人もいたけど、それらよりもっと作り方は簡単になるんじゃないかな。ええやんええやん。バージョン 1.20 の新機能や新アイテムは以上となるぜ。はい、ここまで聞いてこう思った人いるんじゃないかい？あれ？アップデート情報少なくね？ってな、そう、確かに少ないぜ。1.17 と 1.18 の洞窟と崖のアップデートや、1.19 のワイルドアップデートはもっと多かったと思う。しかもな、今まで大型のアップデートがある際には、必ず〇〇アップデートと名前がついていたのに、今回はそういう名称はないんだよ。だから公式でも今回のアップデートは 1.20 アップデートと呼ぶことになっているぜ。今回のマインクラフトライブに出演していた、ゲーム開発のリーダーであるアグネス氏はこう述べているぜ。コミュニティとの交流を含めた開発の中で形作りたい？マインクラフトは、ある種の魔法のように思っていて、コミュニティこそが、その魔法を生み出す鍵となっている。とな。要するに、マインクラフトの開発人だけでバージョン 1.20 を作るわけではなく、マインクラフトをプレイしているみんなと交流を図って、バージョン 1.20 を作っていきたいってことなんだろう。こういう考えに至ったのには理由がちゃんとあるんだ。前回の 1.19 ワイルドアップデートではあまり大きな変更がなく、前々から追求していた要素も追加されなかったことが多かったため、ユーザーから批判があったんだ。開発人はそれを反省したんだよ。だから、〇〇アップデートという名前を付けなかったんだ。まあ、確かに、ホタルとか追加されないのあったよな。それを不満に思うユーザーが一定数いたってことか。また、今回の要素は追加予定のものではなくて、必ず追加するものとして発表したんだ。まだ大部分が決まっていないから少なかったんだな。だから今後に期待だぜ。あ、そうそう、バージョン 1.20 は2023年配信予定だぞ。ごめん言うの忘れてたわ。ここからはマインクラフトの情報ではなくて、マインクラフト関連の情報を紹介していくよ。まず、マインクラフト関連の新しいゲームについてだぜ。マインクラフトレジェンズだ。ママゲームタイトル自体は前々から知られていたんだけど、今回のマインクラフトライブにてゲーム映像が公開されたぜ。めっちゃ綺麗な映像だな。マインクラフトとは違って、三人称で進んでいくゲームなんだが、世界観はちゃんとマインクラフトが意識されているぞ。プレイヤーはモブを連れて歩くことができるんだが、その際は旗を上げるんだってな。で、アレイの姿もあったんだが、なんと、採掘やアイテムを回収する時は全てアレイが行うみたいだぞ。さらに建築もやってくれるみたい。すげえな。マインクラフト本編でもそれぐらいやってほしいかも。しかもこのゲーム、オープンワールドらしいぞ。ゲームジャンルは RPG。でもちゃんと建築要素もあるぜ。このマインクラフトレジェンズは2023年に発売予定だぜ。続いて、マインクラフトダンジョンズについて、これはすでに発売されているゲームだが、シーズン3の情報が公開されたぜ。ファウナフェアという名前になっているぞ。タワーでのマルチプレイや、お気に入りの装備のプロパティの変更が可能になったぜ。そして、新しい無料マップで遊べるようになるんだ。これは今年の10月中にはアップデートされるってよ。ちなみに10月26日から11月9日までの期間にスポーキーフォールというイベントが開催されるぞ。いわゆるハロウィンイベントだな。これでは期間限定のアイテムが入手できるとか。マインクラフトダンジョンズのアップデートは早くていいな。はいはい、今日はここまでだよ。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。